皆さんこんにちは。インパルス量子協会、代表の寺田です。今日はですね、韓国から帰ってきてですね、午後治療してたんですけども、患者様ですね、施術終わった後ね、もうすっごい眠たなんねんっていう方、もう本当に僕が4万人以上施術してて非常に多いんですけども、その方にお話したことをシェアしたいと思います。まずね、我々が他と圧倒的に違う結果を出せるっていうのの一つは、やっぱりインナーマッスルをね、刺激できるということなんですけども、これがですね、我々現代人が自律神経自然を整えてですね、自然治癒力を取り戻す一つの鍵になると思うので、皆さんもぜひですね、そういったインナーマッスルに対してね、何か影響を与えられる施術とか自分のセルフケアなんかが探せればいいかなと思うんですけども、それでですね、まあ大体の方が猛烈に眠くなるということをおっしゃるんですね。施術、もう下手したら最後上向きでちょっと首を触って整えるんですけども、もうそこでですね、気絶するように眠って、あと動かれへんぐらいの方って結構多いんですね。でそれ以外でもですね、今回おっしゃってた方はもうとにかく運転がですね、もうほんま史上最強に眠たかったと、もう事故りかけたっていうぐらい眠たかったということとか、あと、神戸からね、電車でいらっしゃってた方が、だいたい夕方にですね、施術終わって帰られたんですけども、電車乗ったらもう寝てしもて終点まで行って、で、ふっと起こされて、また乗ったけど、また終点まで行って、で、っていうことを何回か繰り返して、寺田さん、寺田先生、もうね、昨日はね、帰れませんでしたってね、おっしゃる方がいらっしゃるんですけども、まあ、そうですかって、まあ、大変やったですけどもっていう話をするんですけど、我々が決して眠くなる施術をしているわけではなくて、まあ、自律神経を整える、インナーマッスルを緩めることで自律神経がまあニュートラルになると、ね、ふうに考えてください。ニュートラルになった時に非常に体にとって正直疲れてれば疲れてることが、自律神経が興奮してて、交感神経が興奮しててとかやったら感じられへんから、眠りが浅くなってとかいうことでは不調はあるんですけども、わからないですか、深く寝れてないんですね。でニュートラルに整えた時にもう猛烈に眠くなる人っていうのはむちゃむちゃ普段無理してるという人なんですね。ですのでそのあたりね、大体経営者の方に多いんですけども、まあ、このぐらいの無理はみんなしてるからっていうふうにしてみんな思ってるんですけども、その無理がむちゃむちゃ無理しててね、次倒れた時にはもう命に関わるんちゃうかというぐらい無理されてる方も、でそんなに対して無理されてないけどね、いや俺よ頑張ってんねんっていう方でも、もうそれぞれおるんですけども、全然幅があるということですね。でもそのぐらい無理している方でも、もう全然自覚がないんで、このぐらいの無理みんなしてるからと言いながら、もう次倒れた時にね、多分命に関わるようなことが起こるでというような方もいらっしゃるんですよ。で実際そのような方は、先ほど言ったようにもう自律神経整えただけでね、もうほんまに立ち上がられへんぐらい眠たかったりとか、ね、そういうぐっすり寝れて、久々にぐっすり寝れたなんておっしゃる方も多いんですけども、まずはですね、自覚してくださいと、ね、自覚がないのが一番怖いんですよね。急に倒れられてね、脳梗塞ね、今心筋梗塞とか多いですね。僕の友達なんかもびっくりしましたけども、この前連絡があってね、いやみんなには言われへんけどね、脳出血で入院しててんというような方が非常に多い、もっと若い人でも多いですからね、まずは自覚するということが大事ですね。そしてそれを整えていくっていう方法にインナーマッスルっていうのが鍵になりますんで、皆さんぜひね、そういった方法をぜひ探していただければというふうに思います。今日は以上になります。